皆さんこんにちは。ここは未来鉄道愛電線の愛電駅です。今回は、この駅から出る、特急さがら号と、アクセス快速と特急しおりり号の乗り継いで行くのと、どっちが先にと三河駅に着くのか、検証したいと思います。停車駅はこんな感じです。前車より後車の方が停車駅が多いですね。果たして、どちらが先にと三河駅に着くのでしょうか。それではスタート。アクセス快速愛田口駅を通過しました。通過しました。アクセス快速南高槻駅を通過しました。特急さがら北海桜駅を通過しました。アクセス快速高槻駅を通過しました。特急さがら南桜駅を通過しました。特急さがら南桜駅を通過しました。特急さがら桜富士駅を通過しました。アクセス快速南城公園駅を通過しました。特急さがら国松屋駅を通過しました。そしてアクセス快速アクア中央駅に到着しました。この駅で特急しおりこに乗り換えます。特急さがら松屋駅に停車しました。
駅を通過しました。特急千代彦鷺宮駅を通過しました。千代彦三崎駅に停車しました。そして特急相良相良霞駅を通過しました。特急相良相良幕張駅に停車しました。特急千代彦森の駅を通過しました。特急千代彦金の森駅を通過しました。特急相良井水海岸駅に停車しました。千代彦谷川駅に到着。駅を通過しました。特急相良相良駅に停車しました。特急相良と三河駅に到着しました。